よいたのニュースチャンネルです。視聴者に掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、これまでにもいろんなこのガチャに関する話題皆さんと共有してきましたけども、ちょっと面白いガチャに関するツイートが出ていましたので関連サイトで合わせて紹介していきたいと思います。ツイートはこちらですね。水島臨海鉄道、クラファン車両完成国鉄水島局と、こんな感じなんですけど、こちらのツイートですね。廃品ガチャは明日朝6時から倉敷市駅にて発売開始です。これは製輪子やタイプレートなどの人気の、使用済み部品があなたのものに、各部品は収穫量に差があり出てくる確率が低いものがあります。あらかじめご了承ください。その他注意事項、使用例やポスターなどをご覧くださいということのご指摘ですから、犬釘とかボルトなどは皆さんご存知の方が多いと思うんですけど、そういったあと車標ですか、これ荷物なんかを運ぶときにつける、例えば伝票みたいなものですから、車標とか絶縁材ですか、その他に、これですか、製輪子、タイプレート、犬釘、ボルト、車標、絶縁素材ですかね、絶縁材ですか。でレールボンド、ノーヒューズブレーカーなど点々で、こんな感じですか。製輪子、これは漬物石の代用として、製輪子のほど4種類の美味しい漬物を作ります。何かおもしか何かということなんですかね。製輪子がタイプレートが当たった場合にそれと大きめの袋を持っていこうということは、おそらくそのガチャの中に直接入っているようなものじゃなくって、おそらく何か引き換えか何かが入っているということなんでしょうかね。これですか、こういう感じのそういうことなんですか。もう一つこちらツイートですね。いや、僕は製輪子をみんなにおうちに廃品を取る決して返品はできないから注意してねということで、こんな感じです。こういう感じのガチャが7月が始まりますよということなんですね。ですから、おそらくなんかやっぱり引換券があって、どこか窓口が何回か引き換えるということなんでしょうね。こういう感じになってます。はい、でこちら、水島臨海鉄道のサイト、こんな感じなんですけど、今回の以前のこのコラボしているガチャとか、そういう感じのニュースはあるんですけど、今回のこの廃品ガチャについては、まだ何もアナウンス出てないんですよね。何か準備中なのかもしれませんけど、ちょっと気になるところです。はい、あとはこちらですね、倉敷市駅というところで、駅ですか、1回500円で廃品ガチャやってますよということなんですね。ですから、どうだ人気がどっと集まればすぐ売り切れてしまうでしょうし、ちょっとそのあたりも気になるところかなという感じは思います。こんな感じですね。ただこういった一見捨てられてしまう即売会なんかで売るというのはこれまでもよくあったんですけど、ガチャにする、こういう廃品をガチャにしたっていうのが初めてじゃないんでしょうか。ちょっと私聞いたことなかったですが、他の鉄道会社ですとかバス会社ですとか、そうしたところもちょっと習ってやってみてはいいのではないかなというふうに思います。はい、捨ててしまったら本当に捨ててしまえばゴミですから、そういうのをやっぱり何かしら活用するような面白いアイデアだなというふうには思いました。はい、ではこちらですね、ツイート、リングに貼っておきますね。興味のあったらクリックして読んでいただいて、こちらの、倉敷市駅ですか、こちらで、実施しているそうなので、出かけて行ってガチャ回してみてはいかがでしょうか。はい、今後もこうした形で視聴者に掲載された良いニュースや楽しい話を皆さんと共有していただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。